ここで本日の特別ゲストをお呼びいたします。世界に向けて日本の文化と思想を発信する活動を続ける書家芸術家の詩集さんです。詩集さんは2014年にフランスルーブル美術館地下会場で開催されたフランス国民美術協会展にて最高位である審査員賞金賞を受賞されています。はい、詩集さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、
さんありがとうございました。すごい、ありがとうございました。柳楽さん、田中さんもぜひ前の方にお越しください。すごい、もう作品始まってからずっと全然違う顔表情されているので驚くんですけれども、すごいパフォーマンスで、も鳥肌が止まらなかったです。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、早速ねこの作品について伺いたいんですけれども、これはもうどういった、はい、北斎の絵は静止しています。で、私たちは非常に今困難な中にいます。ですがこの映画を見て、とても生きる力、もう一回立ち上がってみようかな、もう一回踏ん張ってみようかな、そういった思いを非常に感じる映画でした。ですので、今ここでそんな大きなうねりや波を起こし、太陽のような明るい赤や、降り注いでくれる光の黄色などを使いながら、多くの人に届きますように生き抜けというメッセージを書かせていただきました。いや、本当に言葉が出ないぐらい感動しているんですが、柳楽さんどうですか、実際に間近でご覧になって。いや、本当になんかこう圧倒されるというか、あとこの生き抜けっていう言葉もやっぱり僕自身もそうですけど、この時代にすごく響く言葉ですし、なんか北斎を通じてこうやってなんかいろいろ生命力を感じられてます。はい、田中さんはパフォーマンス、そしてこの作品をご覧になっていかがですか。いや、いいですね今日一番の笑顔ですねはい、はい、ということでね、実際に紫舟さんは北斎からこうインスピレーションをこうもらう、こう点とか場面みたいなものってあるんでしょうか。北斎が使っていたのも筆の黒い線だったと思いますので、はい、今回は黒い筆の線を表から書きました。北斎はおそらく想像なんですけれども、世は無常ということを知っていて、常にすべてのものは変化して、新しいものは古くなったり、形あるものは壊れたりとか、そういったものに非常にそれを理解して、それに合わせて生きていたような姿が泯さんの北斎を見ていて非常に感じた点です。そうすることで自分の中と自分自身がつながることができて、何かが生まれるのかなと感じました。北斎ってもう本当に人柄が謎で、どんな人だったのかっていう映画の中で、ね、描かれてはいますけれど、まあ、絵の素晴らしさっていうのは、ね、世界中で有名ですが、ズバリ天才だなっていうふうに感じていらっしゃいますか、紫舟さんは。天才だとは思わないですね、はい、ただ常識とか、はい、美術のルールとか、そういった制約に一切流されず、自分を縛るものすらからも解放し続けたような、それができた、自己解放ができた方なのかなと思っています。柳楽さん、今のお話を伺ってどうですか。そうですね、やっぱとっても深い話ですけど、やっぱり僕も後輩をやらせていただく中で、やっぱりこうね、その制限だったり、いろいろな常識っていうものだけにとらわれていたらまずいなっていうことを今感じました。北斎を通しても感じますし、今の話聞いてても、なんかそういう、ちょっとしたこの、自分に正直になったり、ちょっとこう反骨精神のような感情っていうのは、自分らしく生きるという面でもなんかこう生命力につながるのかなっていうことを感じました、はい、田中さんはいかがですか。世界で活躍、お三方とも世界で、ね、活躍されている方ですが、その北斎は天才だなっていう、どういう人柄だなっていうふうに感じていらっしゃいますか。いや、天才っていうふうに規定する必要のある人じゃないと思いますけど、そうなんだよね、やっぱりその絵から得た刺激っていうのは、それを言葉に置き換えて置いておくわけにいかないものだと思うんですよね。ということはやっぱり自分の中に何かが生まれるということを
感じ取っていくしかないんじゃないかと思いますね。うん、それで狙い天才だの盆栽だのっていう、それこそ常識的な人の見方であって、うん、それすら壊れてると思います。紫舟さん、この、ね、作品の中にも生き抜けってありますけれど、まあ、北斎の生き様を生き抜けという言葉にしたとともに、今この、ね、ちょっと辛い時代、まあ、コロナのこともあったりしてなかなかこう辛い時代が続いている中で、逆に北斎的生き方っていうのが今響いてるなっていう感じがしますよね。紫舟さん、いかがですか？そうですね、実際私も背中を押してもらいましたし、うん、やっぱり簡単に諦めたり逃げたり、まあ、やめてしまったりすることはできるんですけれども、そうじゃない力を映画はくれましたね。柳楽さんはね、先ほどちらっとおっしゃってましたけど、うん、どうですか、生き抜けっていう言葉、改めて今の時代にも合いますよね。いや本当に、まあ、去年今年で多分これからもだと思うんですけど、改めてこう生きるっていうことについて考えさせられていますし、そしてこういう、ね、状況の中でもやっぱり強く生きたいし、なんか何ですかね、こう北斎がこう作品に向き合う姿勢、当時の北斎の生きていた時代っていうのは決してこうすごい制限が全くなかったわけではないと思うんですよね、うん、書くっていうことに対して、はい、だけれどもその創作意欲を決して失わずに、失ってたまるかぐらいな気持ちで向き合い続けるっていうことがすごく素晴らしいなって思いますし、そういう人から感じるエネルギーっていうのはものすごい強烈だなっていうのを、まあ、この絵も見て感じますし、いやアーティストの人にこう感動します。田中さんはいかがですか、生き抜くというこの北斎的力が今こそ必要なのかなという。今日さっき見てきた富岳三十六景でも、小さな人たちがその人たちの生きている場を北斎は克明に描いているんですよね。だから要するに生きている、生き抜いているというか、本当に十分なエネルギーを注いで暮らしている、生きている人たちっていうのに注がれている目っていうのがすごい大きかったんじゃないかと思うんですね。だからこそ注がれた、目を注がれた人たちは北斎を好きになる。多分北斎が自分のことだけに集中してたわけじゃなくて、世間っていうものに対してすごく風を送っていた、そんな人だったんだろうと思うんですね。その関係が表現者とそれを受け止める人たちとの間に成立してるっていうことがやっぱり天才的な